あ今日一テンション高いじゃんよ。ちょっと先にいいですか。あいアイちゃん大丈夫？そこがねちょっとした段差になってるよ。あーで、あ、はい、あ、はい、あはい、ちょっと怖い、ちょっと強みオタクが、スタッフさん大丈夫ですか？熱狂的なファンの人いますけど大丈夫ですか？大丈夫、あの強みオタク誰かな、身内なんですけど大丈夫ですか？アイちゃんにお越しいただきました。かわいい、かわいい、いつ見てもかわいい、ありがとうアイちゃん。あー、あー今日一テンション高いじゃんよ。かわいい。もうなんか面白い、面白い、ね、いい風景だ。かわいい、すごいかわいい。やっぱりね、本当にちょっとお母様に見守っていただきながら、お母様ね、そう言われると複雑だな。そうですよね。ちょっとじゃあお母様すいません、はい、あそう、どっちにしろね、あの強火のお宅が隣に行くようになってるんだよね。、はい、そうですね、あ、そうだ ね、 はね、愛が強いですね。かわいい。では改めて一言ずつメッセージいただきましょう。イゴマさんいかがでしたでしょうか。はい、改めましてルビー役の伊駒ゆりえです。本日はこちらにご来場くださった皆様、そして、中継でご覧くださっている皆様、本当に本当にありがとうございます。このように2期の1話を皆様のもとにお届けできたことが本当に本当に嬉しくてたまらないですし、こう1期の時もそうだったんですけれども、続きがとても気になる、これ次どうなるんだろうっていう、そのワクワクをずっと私もこう収録をしながら、え、次の台本どうなるのっていうふうに思っていたので、きっと皆さんももう今そのように思ってくださってるんじゃないかなって思って、なんかこの気持ちを共有できていることがすごく嬉しいです。これから推しの子まだまだ続いてまいりますので、引き続き、あ、引き続きね。引き続き、私も頑張ってまいりますので、皆様に、もっともっと推しの子を愛していただけるよう、素敵な推しの子を届けられるよう頑張っていきたいと思います。本日は本当にありがとうございました。はい、アクア役の大塚拓、ちょっと先にいいですか。あいこれ今日のトピックスになっちゃうじゃん。もう絶対キック記事のトピックスだよ。アクア役の大塚武雄です。なんでそんなに爽やかに挨拶できるんでしょう。いやー、そうですね、まあ、第2期本当に今日先行で皆さん見ていただいて本当に嬉しい気持ちと同時に、まあね、まだ放送はあと3日と、十数時間ありますけれども、ネタバレはせずに、面白かった、良かった、もうこれは大いにいいんですけれども、なんかあそこがああだった、あ、こうだった、ぜひね、こう3日の最初の放送をみんなで楽しむためにも、ぜひそこは皆さんで、楽しさ共有できたらなと思いますので、よろしくお願いします。で、そうですね、本当に第2期もう1話1話見どころが目白押しで、もうところどころ本当に演出もすごくこだわって作られていますし、映像ももちろん、音楽もちろん、キャストさんのお芝居もちろん、最後の最後まで見逃せない展開になっておりますので、ぜひ、こう今日ご覧になっていただいた皆様、まず、先行上映でご覧になりましたけれども、1話をご覧いただいて、そこから2話以降もぜひ、ずっと最後まで楽しんでいただけたらなと思いますので、引き続きよろしくお願いします。あといろんなところでね、あの推しの子、あのコラボだったりラジオもございますし、いろんなところに推しの子ありますので、隅々まで楽しんでください。僕は昨日ルビーのフィギュアを取りました。ありがとうございます。いっぱいお金使った。お疲れ様でした。ということで、もう引き続き皆さん心ゆくまで推しの子楽しんでください。ありがとうございました。ありがとうございました。以上をもちまして、テレビアニメ推しの子第2期第1話先行上映会第1部御礼舞台挨拶終了とさせていただきます。ではキャストの皆様ね、こちらで退場となります。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。気をつけて帰ってね。あ、そっか、愛ちゃんはね、エスコートしたいけど。エスコートします。行きましょう。